お世話になっております、マサルです。今回はユーザーを管理するためのユーザーアドコマンドとパスワードコマンドについて一緒に勉強していきます。 Linux システムではルートのような管理者ユーザー以外にも一般ユーザーと言われるユーザーを利用することができます。今回の動画では新規ユーザーを作成するためのコマンド、ユーザーアドコマンドやパスワードを設定するためのパスワードコマンドについて一緒に勉強していきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それではまずはユーザーアドコマンドから始めていきます。ユーザーアドコマンドとは Linux で新しいユーザーを作るためのコマンドです。ユーザーアドの後ろに作成したいユーザー名を指定すればユーザーを作成することができます。例えばユーザー1というユーザーを作成したい場合はユーザーアド、ユーザー1、このコマンドを実行すれば OK です。シンプルですよね。早速キラーコーダーを使って実際にユーザーアドコマンドを試してみましょう。まずは現在自分がどのユーザーを使っているのか確認してみたいと思います。現在のユーザー名を確認するコマンドは whoami コマンドです。 whoami コマンドを実行すると現在のユーザー名はルートであることが分かりました。ルートとは管理者ユーザーのことです。では次にパスワードファイルを表示してみてください。皆さんはファイルの内容を表示するコマンドは覚えてくれましたか？ファイルの内容を表示するコマンドはキャットコマンドでしたね。さらにパスワードファイルを開いてほしいのですが、パスワードファイルどこにあるか、これも覚えてくれましたか？パスワードファイルは etc ディレクトリの中にありますよね。 etc ディレクトリは設定ファイルが格納されているディレクトリです。この中にユーザーの情報を管理しているパスワードファイルもあります。cat/etc/password、このコマンドを実行します。パスワードファイルが表示されました。パスワードファイルはユーザーの情報が管理されているファイルです。これからユーザーアドコマンドを使ってユーザーを追加すると、この中にユーザーの情報が追加されるはずです。ではここからユーザーアドコマンドを使ってユーザーを追加します。まずはユーザーアド、ユーザー1、こちらのコマンドでユーザー1を追加します。続けてユーザーアド、ユーザー2でユーザー2も追加しましょう。2人分のユーザーが追加できたら、先ほど確認したパスワードファイルをもう一度開いてみてください。上矢印を押すとコマンドの履歴を呼び出すことができます。 cat/etc/password コマンドを実行します。パスワードファイルの末尾にユーザー1とユーザー2の情報が追加されたことがわかると思います。ユーザーアドコマンドによってユーザーが追加されると、パスワードファイルの情報が更新されることを覚えておきましょう。では次にパスワードコマンドについてお話しします。パスワードコマンドはユーザーのパスワードを設定したり変更するためのコマンドです。管理者が一般ユーザーのパスワードを設定する場合はパスワードユーザー名で指定すれば対象のユーザーのパスワードを設定することができます。例えばユーザー1のパスワードを設定したい場合はパスワードユーザー1、このコマンドでユーザー1のパスワードを設定することができます。ではパスワードコマンドもキラーコーダーを使って試してみます。まずは現在のユーザー名を確認しておきましょう。現在のユーザー名を確認するコマンドは何だったか皆さん覚えてますか？ whoami コマンドですよね。実行します。現在はルート、つまり管理者ユーザーです。管理者ユーザーは特別なユーザーなので何でもできます。例えばルートから
先ほど作成したユーザー1にユーザーを切り替えてみたいと思います。 su ユーザー1というコマンドを実行します。このコマンドはユーザー1というユーザーに切り替えるためのコマンドです。実行したら foamy コマンドを実行してユーザー名を確認しましょう。ユーザー1と出力されています。つまり su コマンドによってユーザー1にユーザーを切り替えることができています。この時知っておいてほしいのはルート、管理者ユーザーから一般ユーザーへの切り替わりなので簡単に切り替えることができています。しかし誰でも簡単にユーザーを切り替えることができたらセキュリティ的に危ないですよね。なので本来であればユーザーを切り替えるときには切り替え先のユーザーのパスワードを入力する必要があります。では試しにユーザー1からユーザー2に su コマンドを使ってユーザーを切り替えてみましょう。 su ユーザー2実行します。するとユーザー2のパスワードが聞かれます。この時入力するのは切り替え先のユーザー2のパスワードです。現在はユーザー2のパスワードを設定していないのでどんなパスワードを入力しても意味がありません。なので空欄のままエンターを押しておいてください。認証失敗のメッセージが出てきてユーザーの切り替えに失敗したことがわかります。今見ていただいたように管理者は su を使ってパスワードなしでユーザーを切り替えることができますが一般ユーザーはユーザーを切り替えるときに切り替え先のユーザーのパスワードが必要ということが分かったと思います。では次に各ユーザーにパスワードを設定してみたいと思います。パスワードを設定していきたいと思うので一旦管理者ユーザーに戻りましょう。現在管理者ユーザーが一時的にユーザー1として切り替わっている状態なので exit コマンドを使ってユーザー1からログアウトします。ユーザー1からログアウトすると元の管理者に戻ることができます。それでは exit コマンドを実行します。念のため foamy コマンドを使って現在のユーザーを確認しましょう。ルートと表示されていますね。現在は管理者ユーザーであることが確認できました。ではここから各ユーザーのパスワードを設定します。パスワードの設定はパスワードコマンドです。実際に設定してみましょう。まずはユーザー1のパスワードを設定します。パスワードユーザー1実行します。するとパスワードは何にするのか聞かれるので入力しましょう。なおセキュリティの観点からパスワードを入力してもターミナルは反応しません。好きなパスワードを入力してください。タイピングが終わったらエンターを押してもう一度同じパスワードを入力します。パスワードの設定ができたらパスワードの設定が成功したことを知らせる出力が表示されます。ではユーザーにも同じようにパスワードを設定しましょう。パスワードユーザーに実行します。こちらも同じようにユーザー2のパスワードを好きな文字列で入力してください。パスワードを2回入力するとパスワードが設定できるはずです。パスワードの設定ができたら先ほどのようにユーザーを切り替えてみましょう。まずは現在のユーザーを foamy コマンドで確認しておきましょう。現在はルートですね。ではルートからユーザー1に切り替えます。それではユーザーを切り替えるコマンド何だったか覚えてますか？ユーザーを切り替えるコマンドは su コマンドですよね。 su ユーザー1でルートユーザーからユーザー1に切り替えましょう。実行したら foamy コマンドでユーザー名を確認するとユーザー1に切り替わっていることがわかりますね。今の su コマンドは管理者から一般ユーザーへの切り替わりなのでパスワードなしで切り替えることができています。では次に一般ユーザーのユーザー1からユーザー2に切り替えてみましょう。ちなみに先ほどはユーザー2のパスワードを設定していなかったのでこのタイミングで切り替えることができませんでしたが今回はどうなるのでしょうか。やってみたいと思います。 su ユーザー2実行します。実行するとパスワードの入力が求められます。
ここでユーザー2に設定したパスワードを入力してエンターを押します。その後 WhoAmI コマンドを使ってユーザーを確認するとユーザー2に切り替わっていることがわかりますね。今回はパスワードを設定していたので無事にユーザーを切り替えることができています。それでは最後にユーザー2からユーザー1に切り替えることができるのかも確認してみたいと思います。ユーザー2の状態から su ユーザー1を実行してユーザー1に設定したパスワードを入力します。そして foo-amy コマンドを実行するとユーザー1に切り替わっていることがわかりますね。パスワードを設定していたので無事に一般ユーザーから別の一般ユーザーにユーザーを切り替えることができています。それでは最後に穴埋め問題を使って今回学んだ内容を振り返っていきましょう。新しいユーザーを作るためのコマンドは何コマンドでしょうか。新しいユーザーを作るコマンドはユーザーアドコマンドですね。ではユーザー1というユーザーを作成するためにはどんなコマンドを入力しますか。ユーザー1というユーザーを作成するときにはユーザーアド、ユーザー1、こちらのコマンドを実行します。ユーザーアドコマンドにはいろんなオプションがありますが、まずは基本的な形を覚えておきましょう。次の問題です。現在のユーザー名を確認するコマンドは何でしょうか。現在のユーザー名を確認するコマンドは foo-amy コマンドですね。ではユーザー情報を管理するファイルを開くときにはキャットコマンドを使ってどこを指定しますか。ユーザー情報を管理するファイルは etc ディレクトリの中にあります。なのでスラッシュ etc スラッシュパスワードファイルですね。パスワードファイルはユーザーの情報を管理しています。ユーザーアドコマンドを使ってユーザーが追加された場合パスワードファイルの情報も更新されます。ユーザーを切り替えるコマンドは su コマンドですね。管理者から一般ユーザーはパスワードなしで切り替えることができますが、一般ユーザーから一般ユーザーにユーザーを切り替えるときにはパスワードの設定が必要です。なお su コマンドで切り替えたユーザーから元のユーザーに戻るコマンドも紹介しました。どんなコマンドを使って元のユーザーに戻ることができるでしょうか。元のユーザーに戻るためのコマンドは exit です。 exit コマンドで元のユーザーに戻ることができます。そして今回はパスワードコマンドも勉強しましたね。例えば管理者がユーザー1というユーザーのパスワードを設定したい場合はどのようなコマンドを使えばよいでしょうか。ユーザー1のパスワードを設定したい場合はパスワードユーザー1、このコマンドで設定できます。とってもシンプルですよね。今回の問題は以上です。全問正解できましたか。今回はユーザー管理のコマンド、ユーザーアドコマンドとパスワードコマンドを一緒に勉強しました。今回勉強したコマンドはいろんなオプションを利用することでもっと便利に使えますが、一度にたくさん覚えようとすると大変なので今回は基本的な形だけお伝えしています。試験対策としてはオプションの理解も必要なのでオプションもできれば勉強するようにしてみてください。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年7月のスケジュールです。 Linux の勉強会はもちろん CCNA の勉強会、そしてオフラインの勉強会など様々なイベントをやっています。勉強仲間を作りたいという方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。